どうも、大学入学共通テスト数学1英知術問題が面白いほどわかる本です。この点は出ねえよ。今回は共テ数学参考書ティアー表の解説をしていきます。このティアー表では、大学入学共通テスト短期集中ゼミ、決める共通テスト数学、共通テスト数学集中講義、ハイスコア共通テスト攻略数学、マーク式基礎問題数、マセマ解北解答共通テスト、大学入学共通テスト数学重要問題数、進化系共通テスト攻略数学問題数、全レベル問題数2、短期攻略実践編、短期攻略基礎編、共通テストの点数が面白いほど取れる本、緑チャート、以上の13冊でティアー表を作成しました。こちらがその結果となります。S は超おすすめ、A はおすすめ、B は使用価値あり、C は微妙、D は、という形です。ちなみに今回のティアー表では進化系に伴う改定がされていないシリーズはそもそも対象外としており、この13冊はいずれも進化系に対応しています。また、1A と 2B で分冊になっているものについてティアー表内での画像は 1A 版を採用しており、1A と 2B でランクが違うというものはありません。この動画では上から順に解説していきますが、昨年も同じような動画を作っているので一冊一冊の解説はやや端的にいきます。もう少し詳しい解説を見たい場合はこちらの動画も合わせてご視聴ください。では早速解説に移りましょう。まずは S ティアー、短期攻略実践編です。こちらの短期攻略実践編、昨年度から高く評価していますが8割以上を狙うなら確実に通りたい問題数です。そのゆえんは本番の実際の形式に近いオリジナル問題が収録されている点にあり、この動画で紹介する参考書の中ではかなり難易度は上の部類です。確かに実践系の問題数は各予備校出版社から出ていますが、その前に短期攻略実践編で本番レベルの演習量を積んでおくのは高得点を目指すなら欠かせません。難易度自体は高いですが問題数は2冊で約130台と他と比べそこまで多いわけではないので、これを使う場合は2冊とも1ヶ月で1周してしまうぐらいのペースでいきたいところです。ちなみに解説は簡潔めなので基礎力をつけた上でやりましょう。続いては A ティアー、ハイスコア共通テスト攻略、共通テスト進化系攻略問題数、決める、共通テスト重要問題数、緑チャートの5冊ですね。まずはハイスコア共通テスト攻略です。これも昨年から高く評価していますが、センター、強手過去問、オリジナル問題が収録されています。昨年までは基本事項の確認という章で基本的な問題を演習できるコーナーがありましたが、この進化系版からはなくなりました。改めて基本から見直せるということで結構その部分は高く評価していたんですが、その点を見て、昨年度からやや評価を下げ A ティアーとしています。全体の難易度自体は各問題あたりのボリュームが少ない点、センターを収録している点からやや短期攻略よりは優しめですが、オリジナル問題については結構手強いものも含まれているので7割および8割以上を狙う人には十分選択肢の一つになりうるでしょう。続いて共通テスト進化系攻略問題数です。各分野さんないと非常に問題数こそ少ないですが、収録されたオリジナル問題の気持ち悪さを大きく評価して A としています。キモいというのはどういうことかというと、問題ページで7ページにも上るだけの会話文、および問題文の長さを誇る問題、座席の公式を使わせる問題、常用対数表を使わせる問題など少ない収録量の割に妙に癖のある問題が多いです。正直この難易度が実際本番で出たら多分炎上するだろうなという気がします。ですが最後の仕上げに非常に問題数が少ないのでワンチャンありです。ちなみに実践問題数とこれしかやらないのはあまりおすすめはしません。興味がある人はぜひ本屋で見て気になったらやってみてください。続いて決めるですがその特徴は他より圧倒的に詳しい解説とフルカラーで見やすい紙面にあります。ここで取り上げる共テ数学問題数は基本的に解説はそぞいのでよりその解説は際立ちます。苦手な人や基礎知識が身についているか不安な人にとっては基礎知識の確認から割と丁寧にやってくれるのでいいですね。ですが、得意な人や高得点狙いの人からすると基本的に過去問しか入っていないので解説の詳しい過去問数に役割がとどまるのが寂しいところです。苦手な人は基本から丁寧に固めていき取れるところを確実に取れるようにする。得意な人、高得点狙いの人は過去問だけにとどまらず多く演習を積むことが共通テスト攻略には鍵となってくるでしょう。続いて実況出版の重要問題数です。毎年改定されているシリーズで、教科書基本、章末レベルの問題をマーク式に直した基本問題、教手レベルの実践問題の2章構成です。基本レベルの演習量を増やしつつ教手レベルの問題にも触れられるので、基礎問や文系やかなど演習量が少なめの問題数を使ってきたという人は基本が身についているか基本問題で確認して実践問題に入っていくという流れで結構スムーズにいけると思います。実践問題は過去問もありますがオリジナル問題も多いのでいい練習になりますね。ちなみに 1A に BC が1冊で入って900円というコスパも素晴らしいです。最後に緑チャートです。基本的な事項、公式の使い方を確認する基本例題、それに対応するチェック、やや発展的な問題を扱う重要例題、それに対応する練習、
大学入学共通テストに近い形式の問題の演習例外、それに対応する問題、最後に強手の過去問を中心とした実践問題という構成で、予想問題が1回、演習例外については解説動画がついているのが特徴ですね。また、意外と強手数学参考書の中では解説は結構詳しい部類で、特に素早く解く、素早く読むというコーナーでマーク式試験を早く解くためのコツを解説してくれています。意外とこういうコツについて言及している本はあまり多くありません。全体を通して基本的な問題の量が多めなので、共通テストでしか数学を使わない人の基礎固め共通テスト対策用参考書として非常におすすめです。演習例外だけとはいえ昨年度までなかった動画解説が追加されたのも大きい点でしょう。なおまだ解説動画が用意しきれていませんが、チャート式なので解説動画の質は心配することはないでしょう。また、他の参考書で基礎を固めてこれの演習例外以降に取り組み、不安な部分についてだけ基本例外と重要例外をやるなど様々な使い方も想定できます。さらに言うとこの緑チャート、共通テストでしか数学を使わないことが分かっている高1、高2生にもおすすめできますね。学校の授業を受けて教科書程度の問題、あるいは入門問題成功ぐらいのレベルが終わっていれば全然使うことができ、高3になる前に基本例外、チェック、重要例外、練習まで解法が瞬時に思いついて完登できるぐらいにしておけば十分高得点を狙うだけのベースはつけられます。そういう意味で結構広く捉えればかなりおすすめの教材です。ぜひ検討してみてください。続いては BTR、全レベル問題数に、大学入学共通テスト短期集中ゼミの2冊です。まず全レベルですが、これも今回紹介する問題集の中では結構解説が詳しい部類の問題集で、基本的な問題とセンターを中心に収録しています。ただ、解説が詳しい問題集ではキメルが出てきてしまったので、昨年度よりはやや評価を下げています。ですがキメルの紙面がピカピカして合わないとかシンプルな問題集がいいという場合は全レベル2でも全然内容が効きます。続いて短期集中ゼミ。先日の重要問題集と同じく自教出版からの発売ですが、かなり作りは似ており、教科書レベルを確認するファーストステップ、強手レベルに上がるセカンドステップ、ファイナルステップという形になっています。ファースト、セカンド、ファイナルってなんかさすでも重要問題集と構成が似ている以上重要問題集の方が1冊出しやすいからそっちの方がいいんじゃないと思います。一応紙も大きさが違ったり基本問題のカバー率はこっちの方が高いと思いますが、基本問題のカバー率に光を感じてこれを選ぶなら緑チャートでもいいのではとも思います。というわけで評価は B 止まりにしておきました。続いてシート D ですが、ここからは共端的にいきます。まずはマセマ快速回答共通テスト。これは同じマセマの元気が出る数学をマーク式にした感じですね。解説こそマセマらしく比較的丁寧ですが、他に特筆すべき点はないです。マセマで基礎固めするなら元気使って、そこから S、A、B で紹介したような参考書につなげていく方がいいと思います。続いて課題のマーク式基礎問題数。これも比較的解説も詳しく基礎固めには悪くないですが、これ使って基礎固めとなるとやや問題数が足りません。緑チャートや短期集中ゼミなどの方がいいでしょう。C の最後は共通テスト面白いほど、基礎を固めるパターン編とか顧問に挑むチャレンジ編に分かれていますが、パターン編の難易度が結構低い上問題数も少ないです。これで基礎固めにかかるぐらいなら問題数が足りないので他の問題数の方がいいでしょう。それか4割、5割で数学体ぐらいの共通テストの点数狙いならランチャンありかもしれません。続いて D の2冊。まず短期攻略基礎編ですが、基礎固め用の問題数となっています。緑チャートと同じぐらいの問題数ですが、はっきり言って緑チャートに勝てる要素がありません。これ使うぐらいなら緑チャート使いましょう。最後に集中講義ですが、これは共通テスト対策というより数学力の底上げを目的としています。ですが、それにしては問題は簡単すぎ、さらに共通テスト対策にはほとんどなりません。また、解説も問題も難易度の割に結構高度なことが書いてあります。さらにかなり文字が多く、小さく読みにくいです。この高度な解説を理解できるぐらいなら共通テストに関してはその形式の問題をゴリゴリやった方がいいですし、数学力の底上げをこれを使って測る理由は一つもありません。昨年もこれに関してはかなり酷評しましたが、今回も評価は変わりません。多分集中講義シリーズだとこれが一番ひではここからはルート提案に移っていきますが、8割以上を狙っていきたい場合は共通テスト進化系攻略問題集以外の A で紹介した参考書たちどれかで短期攻略実践編につなぐのがセオリーだと思います。自身から短期攻略実践編だけでもいいですが、未用の問題集より1冊あたりの負荷も少ないのでできれば短期攻略の前に1冊欲しいです。4冊の中からの選び方ですが、結構もう模試で点が取れててあまり心配要素がない人はハイスコア。ミニ試験もあって基礎は十分固まっているはずなのにマークになると思ったより点が取れないという人は重要問題数。基礎は固めたつもりだけど不安な人、あるいは明確にマーク式に苦手意識がある人は決める。まだそもそも基礎を固めていない人、基
地方網羅的に見直しつつ強手対策がしたい人、強手でしか数学を使わない高1、高2は緑チャートという形がいいと思います。あとは自分で見てやりきれる量か、理解できる解説か、何にどが合っているかなどを加味した上で選んでみるようにしてください。7割ぐらい取れれば十分よという人は短期攻略実践編をスキップして実践問題集や過去問に入って OK です。で、実践問題集どれを選ぶかですが、すいません。この動画の編集時点では今年の分がまだ詳しく見れていません。ですが例年通りおそらく寸大とレッド買いに札やっておけば十分だと思います。実践問題集については他のチャンネルでも動画を上げてくれるはずなのでそれも参考にしてみてください。特に国数 A については極端に触れたことを言っているチャンネルは例年ありません。ただヨゼミの解説が結構この2冊と比べたら詳しくてわかりやすい上問題も全然悪くないので見ていいやんと思ったらヨゼミもいいかもですね。特に7割取れれば OK よという人はヨゼミに加えてレッドまたは寸大という戦略をとっても罰は当たらないでしょう。いつまでにやればいいかですが1月は予想問題パックやこれまでの総復習に回したいので12月中には終わらせておくのが丸いです。もちろん始めるタイミングは早ければ早いだけいいです。過去問については共通テスト本試は全て取り組んでおきましょう。追試は余裕があればで OK です。というわけで共通テスト数学最強参考書ティアー表、いかがでしたでしょうか。参考書の選びも参考にしていただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。